おーい、お昼前やけどまだ戻ってきてない？おらんね。どこおんの？おーい、やっぱりおらんね。今11時半ぐらいなんですよ。うん、1時間ちょっと前1回来て、でちょっとね、ちょっとね、あのいろいろ送らない検問とかいろいろやりながらちょっとブラッとして、ちょっとお米も買ってね。お米はね、あのもう持って帰るの近いんやけど、それでもなんかもうだるいんで、ちょっとお米とあれを配達してもらった。マックスバリューやけど、おらんね。やっぱね、3匹ともおらんというのが珍しいよ。なんでかっつうと3匹ともおらんもんね。この時間はね、よくねここら辺に寝てたりしよったんやけど、なんでかな、おらんかったら寂しいね。じゃあ俺はもう帰ります。今さダイレックス来たんやけど、すっごい特売があるよ。見て、見えるかな、ちょっと影になってわからんかな。中身1キロあるね、肉団子が200円、198円で税込み213円。これ1個買おうね。え、まあ2個ぐらい買いたいけど、常識外れなことしたらね、他の人にね、他の人も買いたいやろうから、まあとりあえずこれ1袋買います。使い前あるよね、安い。見て、領有パンの銀チョコ3個入りが100円、まあ、税込み108円ね。で、これ前からあるんよね、やっぱこの焼きリンゴっていうやつ。これも一緒、3個入りで、まあ、これは買わんけど銀チョコ買っとこう、いっぱいあるから。うん、あとはまあ、あとはいいかな、とりあえず。マックスバリューで送ってもらうやつもあるからね。米もいっぱいあるよ、いっぱい新米が入ってきた。こっちのがはっきり言って500円安いよ。だけどね、もう向こうで送ってもらったのが早いと思って、あと30分ぐらいしたら来るかな。うまかっちゃんも安い、今日なんか安いね。なんか他にも安そうやね。あ、見て、この宮崎辛麺なんか305円、5個入りで、あとワンタンも、まあいいか、あとはとりあえずこれでいいか。